私は2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今回はね FX のこういう成績のですねこれ約1年間なんですけれども、頭が18年の1月2日からですねの成績で勝率が 94.5%、 このように上がってるわけですね。で、これを見ますとねこのようにシグナルこれ上ですね、上下上とシグナルが出てるわけです。このようにね、でこのように上がったり下がったりしてて、勝率がすごくいいですね。勝率がね、90% 以上なんですよ。こんな風にね、勝率 94.5%。 これ本当だったらねすごく楽にお金が稼げるなということでね、これ修正されるんじゃないかな途中からというようなねロンディングアベレージだからね、この初めのシグナルはね、調整されちゃうんじゃないかなって。ここら辺でね、良き動きにされちゃうんじゃないかなと思うんですけども、一応出るんでしょうけどね。ということで、本当にこのシグナルはこの通り出ればね、こういうね、時間という意味で出て、で、あと変わんないと、このシグナルがね、位置がね、そんなに正確だったらすごいと思うんですけれどね、多分ね、シグナルが出て、整形されちゃうんだと思う、ここら辺で。ね、位置がね、最適に戻されるんじゃないかなと思って。で、もし戻されないで、そのまま、ね、シグナルが残るんだったら、で、もういくらでも稼げますわな。いくらでも稼げますよ。ということでね、これ私これ見てくださいよ、この成績。こうですよ。1年間で309回あってね。1日1回ぐらいのシグナルですね。信用はするですね。もしこれがね、そのまま効くんだったらっていうことがあるんでね。一応確かめますけども。ほんと素晴らしいですよね。調整されたのかな。だから、この勝率はすごいですよね。もう一つぐらいあるんですよね。もう二個ぐらいあるか。もう二個ぐらいあるんですよ。もう一個は勝率80%くらいで同じようなんですね。シグナル数はちょっと多くなるんですね。で、もう一つは、変わるんじゃないかなと、同じ系統かなと思うんですけど、あと、もう一つ、もう三つ目の方は、変わりそうなさそうなんだけど、投資数が非常に少なくて、曲げまそうと落ちてると、このエッジが出てるんでね。ということですね。これだけすごいですよね、これね。
あとこれとね、FX のすごいのがあって確かめるのと、来週ね、バイナルオプションのインジケーターですね。これがね、バイナルオプションのインジケーターは、ね、これは違うんだけど、このこれはね、これも出してくれたかな。ちょっと待って、あ、これがね、一眼視的っていう子なんですけどね、これは一時監視だったかな。ちょっと待って、この後うるさいね。5分だったかな。あ、5分足みたいですね。取引数がすごく少ないか。あら、こんな負けてるのね。これはダメなんだ、全然。ね、こういうの、これはダメですね。これはちょっと怖いかな。これ切っとこうね。これね、これちょっと難しい。一応つけとかなんかね。もう一つは。これは読んだんだな。こうですね。これはまた104個もあるのね。これ1。あ、これあるか。よし、5分で7回、1ヶ月前ぐらいですね。1ヶ月で7個ぐらいしかしくならないから、これはいいと思うんだな。いい感じになると、ね、これだと1年間だな。1年間で104回だけあるんですけどね、これはいいんじゃないかな。これはそのまま出ると思うんで、シグナルの方は ね確率調整されないと思うんだからね。しかしこれすごいね。これでもね、億万長者どころじゃないね。すごいね、これね。勝率 86.54% でしょ。これもすごいですね。確かめるのがすごく時間がね。うん、本当にこのシグナルで、その通りで稼げれば、これ見て、通してればいいですね。これ、シグナルが変更されるということがあるね。これ。これちっちゃくて。このシグナルでしょ。こう、いや、シグナルはね、ここら辺に出ててね、ね、打つときは、このように時間経つとこの位置に変わっちゃうとか、もっと高く上がっちゃったとか、調整されちゃうのがあるんですよ。それかなというのでね、
ね。これは1年間でこれだけか。まあ3日、4日に1回ぐらいですね。400、365日だから。4日に1回だな。勝率は 86%。すごいね。ちょっとこれで投資したいですね。だ目安になるからね、コンって調整されたら、まあ、バチバチ大きく打っとくんだろうな。それで調整するんだろうな。いや、だけど、後で打ち返されるからな。ということでした。